山野さくらデジタルです。こんにちは。 Y モバイル OPPO スマホの紹介です。今回もですね、 Y モバイルが扱っている OPPO レノ 7A、 これを購入しました。以前 ZTE のリベロ 5G 3と2、そして先日ですね、 Android 版 S10 強セラですけれども、それらを開封して評価をしました。 Y モバイルから一番多分売れてるんじゃないかと思われている、OPPO レノ 7A ですね、こちらを4機種目なんですけど買ってみました。開けてですね、特にリベロ 5G3 と大体大きさが同じぐらいだと思いますので、こちらと比較をしていきたいと思ってます。それでは、こちらの OPPO レノ 7A を開封して評価していきたいと思います。それではですね、ラップを剥がしていきます。はい。で、パッケージはかなり薄いですね。はい、それでは開けます。今開けました。はい。まず最初は付属品類ですね。ああ、本体が出てきました。なかなかいいんじゃないでしょうか。すごいですね。ああ、綺麗ですね。まあ、本体は後ほど見ていきたいと思います。添付品を見ていきます。黒いパッケージで、とてもおしゃれな感じですね。これは何ですかね。おお。あれ、他の方の動画を見たときに、ケースが入ってたような気がするんですけど、入ってないですね。これがシムピンです。あとは、クイックスタートガイドと、願いとご注意というのが入ってます。スタートガイドを見ると、各ボタン類の説明です。こんな感じです。カメラは3カメラになってますね。メインとマクロと超広角。この3つになってます。あとフラッシュライト。まあ、こんな構成です。本体は後ほど実物を見てみたいと思います。添付品はこんな感じです。AC アダプターとケーブル類はございません。次にこの本体を見ていきたいと思います。今回はですね、ドリームブルーを購入しました。OPPO レノ 7A のイメージカラーっぽいので、まあこれを購入してみました。このペリペリを剥がしていきます。結構硬いですね。かなり粘着性の高いペリペリですね。これ有機 EL です。まあ綺麗ですね。裏側の感なんですけど、多分プラスチックだと思うんですが、サラサラしててとても肌触りいいですね。で、まずこちら側なんですけど、これが電源ボタンになります。下を見ますと、これがモノラルスピーカーで、これが USB Type-C のポートで、で、嬉しいのが、これ、イヤホンジャックがあります。で、あとこちら側がボリュームです。これがシムトレイになってます。SD カードも入るようになってます。上は特に何もないです。で、カメラが先ほど取り扱いガイドを見たときに、これがメインカメラで、これが超広角カメラで、で、これがマクロカメラという構成になってます。とてもこのドリームブルー綺麗な感じですね。光の当て方でちょっと色合いが白っぽくなったら、青っぽくなったりして、高級感もあります。サイズ感の比較をしていきたいと思います。まずこちらがリベロ 5G3 で、これがリベロ 5G2、 これが OPPO レノ7になります。で、これ見ての通り、リベロ 5G3 との比較では、レノ 7A の方が幅が小さいという感じです。で、長さも、これ見ての通り、レノ 7A の方が短いですね。厚みは、やはりレノ 7A の方が薄い感じです。カメラに関しての出っ張りは、レノ 7A の方が1段2段、カメラのレンズのところも出っ張ってますので、レノ7の方が出っ張りが大きいような気がします。リベロ 5G2 は、リベロ 5G3 とほぼ、これ、まあまあ、この前お話した通り、サイズは一緒なので、レノ 7A とも、先ほどのリベロ 5G3 と同じような感じになります。で、それではちょっと重さを測っていきたいと思います。まずはレノ 7A。はい、175g。200以下なので、軽いと思います。画面にフィルム貼ってますけれども、5G3 は 211g となります。Android 版 S10 ですけど、これ 170g。画面にフィルム貼ってますけど、レノ 7A よりも、まあ、5から10の間ぐらい、こちらの Android 1 S10 の方が軽いという感じです。こちらのサイズ感を見ていきましょうか。Android 1 S10 との比較では大きさはこんな感じです。やはり Android 1 S10 の方が一回り小さいです。だけど重さの差は 10g 以下であまり変わらないんですよね。そう考えると、ここの大きさでありながら軽いという感じです。あとこの角が結構立ってますので、締まった感じで、ここの角が当たる感じですね。リベロ 5G3 も、まあ同じようなデザインです。こちらフィルムを貼りました。ペーパーライクな、非光沢なフィルムになってます。実はフィルムがもう貼られてまして、付属品の中にフィルムってありまして、で、それが本体にもうすでについてました。で、そのフィルムの上から、この非光沢のフィルムを貼ったという感じです。まあまあうまく貼れたと思います。で、今回購入したフィルムなんですけれども、で、ペーパーライク保護フィルムということで、これを購入しています。こちらはですね、まあ、ここに書かれている通り指紋認証対応。ということで、画面内指紋認証なんですけど、ちゃんと認証されると思います。質感としてはやはり、ザラザラした感じですね。いい感じです。はい。それでは電源を入れていきたいと思います。はい、入りました。OPPO ですね。カラー OS ということです。で、これ Android 12になります。言語は日本語。次。今 Wi-Fi がつながりました。これはコピーをしますので、次へ。今回はこちらのリベロ 5G3 からコピーしていきたいと思います。はい、コピー。はい、コピーの準備をしています。同意する。まず指紋ですね。指紋センサーに指を置いてください。
反応悪くないような気がします、ね。エラーも出ないですし、いいんじゃないですかね。今、またコピーが開始されました。こんな感じです。で、こちらもコピーが完了しました。閉じるで。で、これで、こちらは終了です。今、準備をしております。ナビゲーションは、ジェスチャーでいきます。あ、ようこそ、出ました。これで始めるを押せば、あ、綺麗ですね。雪エルなので、画面が綺麗です。で、これから顔認証も設定していきます。これですね。こういう画面が出ましたね。続行です。これで、顔認証の顔の登録ができました。顔がオンで、指紋がオンで、パスコードオンで、で、これで OK ですので、指紋認証と顔認証の認証スピードを見ていきたいと思います。それでは、指紋認証ですね。まずは。あ、早いですね。早いと思います。リベロ 5G3 なんですけど、画面認証なんですけど、こちらは、ちょっと遅いですよね。これからすれば、かなり早いような気がします。こんな感じで早いですよね。で次、顔認証を、認証スピードを見ていきたいと思います。鍵マークがロック外れたかどうか。あ、外れましたね。早いですね、これも。ちょっと50センチぐらい離したところから、ちょっとやっていきますか。あ、早いですね。あ、こんな感じです。はい。ベンチマークをしていきます。まずは、Geekbench 5 の CPU 測定になります。こちらが、Oppo Reno 7A で、で、こちらが、ZT の Libero 5G3 になります。それでは、ベンチマークをスタートしていきます。ドン。はい。スタートしました。もうそろそろ終わりそうな感じです。でこちらの Oppo Reno 7A は、Snapdragon 695 5G になります。で、こちらの Libero 5G3 は Dimensity 700になります。これの 7A が終わりました。シングルスコアが684。で、マルチコアスコアが1946という結果になりました。はい、次こちらですね。Libero 5G3 が終わりました。こちらはですね、シングルコアスコアが511。で、マルチコアスコアが1594ということで、こちらのOppo Reno 7A の方がシングルコアスコアもマルチコアスコアも早いという結果になりました。次はグラフィックス GPU のベンチマークをしていきます。3D マークのワイルドライフになります。こちらが Oppo Reno 7A で、こちらが ZT の Libero 5G3 になります。はい、それでは行きます。ドン。はい、スタートしました。で読み込みは若干こちらですね。レノ 7A の方が読み込み早かったですね。はい。ちょっと向きを変えます。はい。下がですね、Oppo レノ 7A で、上が ZT のリベロ 5G3 になります。FPS は、ほぼ同じぐらいですかね。若干、レノ 7A の方が FPS が早いかもしれません。両方とも FPS は10以下ぐらいになってますね。はい、終わりました。で、まず、下のレノ 7A は、スナップドラゴン 695 5G で、スコアが1212。で、上のリベロ 5G3、ディメンシティ700で、スコアが1198ということになりました。それでは、カメラの動画の設定を見ていきたいと思います。はい、カメラをタップします。で、この動画を選択します。解像度は、上の真ん中に 1080p と 720p 切り替えるスイッチのアイコンがあります。なお 4K モードはなさそうです。今回は 1080p ですね。これに設定いたします。上の右側にですね、動画の設定アイコンがありまして、ここをタップしますと、このような設定の項目が出てまいります。この中で特に設定する部分はないんですが、レベル補正オンというのがありません。ですので、もう標準でレベル補正が常にオンになっているというふうに思われます。リベロ 5G3 などはレベル補正メニューがあってオンオフがあったんですけど、で、他設定は特にありませんので、これで動画の録画をしていきたいと思います。左が Oppo Reno 7A で、右がリベロ 5G3 になります。色味とレベル補正状態を見ていただければと思います。右の Oppo Reno 7A は右のリベロ 5G3 と比較すると、手ブレの補正が多少甘いような気がします。色味に関しては、左側の Oppo Reno 7A の方が青色が強いような気がします。両方の動画を見て、リベロ 5G3 の方が安定しているような感じがいたします。比較して見ていただければと思います。スピーカーの音のチェックをしていきます。Oppo Reno 7A の後ろ側はこちらなんですけど、ここにモノラルのスピーカーがあります。下からこう出てくる感じです。自分のページからいつも音のチェックで使っている聞き比べ特集の動画になります。で、これを使ってスピーカーの音のチェックをしていきます。はい、それでは行きます。割と高音と中音が出てますね。
うん、クリアな音です。で、まあ、さすがに低音は期待はできないんですけれども、普通に動画を見たり、音楽を聴いたりする分には、特に問題ない感じですね。うん、スピーカーの種類も、音の違いがわかりますね。OPPO Reno7A の主なスペックを見ていきたいと思います。で、こちらはマイモバイルのページになります。Reno5G3 と比較しながら見ていきたいと思います。まあ、メーカー名はいいですね。OPPO と ZTE。色は Reno7A は、まあ、ブルーとブラックになります。今回はブルーを購入しています。で、ZTE は3色になっています。で、重さが OPPO7A の方が軽くて 175g となっています。Reno5G3 は 200g オーバーということです。まあ、バッテリーが意外なんですけれども、大きさの割に、OPPO Reno7A の方が 4500mAh ということで、バッテリー容量が大きいです。まあ、その分、電池持ちがいいということです。まあ、OS は Android 12で、それぞれ一緒です。で、違いがですね、SOC なんですけれども、Reno7A が Qualcomm の Snapdragon 695 5G で、Reno5G3 が Dimensity 700ということで、SOC の違いがあります。性能の比較は先ほどベンチマークでやった通りでございます。ロムとラムの容量も違いまして、Reno7A の方がロムラム両方とも容量が大きくなってます。メイン機と使う場合には、とても、まあ、Reno7A の方がいいという感じです。具体的には、Reno7A がロムが 128GB で、ラムが 6GB になってます。マイクロ SD カードが両機種対応してまして、で、両機種とも最大 1TB と。これは変わらないですね。なっております。で、SIM も、SIM と eSIM、デュアル SIM 対応となっています。5G、4G の最大通信速度が書かれております。止めてみていただければと思います。ディスプレイは両方とも有機 EL で、とても綺麗な画面になっています。Reno7A の方が、まあ、0.27 インチ小さい感じになっています。6.4 インチということです。で、解像度は 2400×1080 で一緒です。カメラが Reno7A の方が画素数は多い感じです。防水防塵も比較からするとですね、Reno7A の方がいいものとなっています。生体認証がですね、Reno7A の方が指紋認証、顔認証、両方対応です。認証速度も、先ほど評価しましたが、Reno7A の方が速いという感じでした。はい、以上です。まとめになります。いかがでしたでしょうか。 SOC がスナップドラゴン695で、ミドルクラスではおなじみのものでした。 Y モバイルと標準価格がほぼ同じの Dimensity 700を搭載する3機種よりも早く、しかもラムロム容量が大きいということで、コスパがとても良いと思いました。有機 EL 画面であることも人気のポイントだと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今後もガジェット体験動画をアップしていきますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。また評価コメントいただければ幸いです。また次の動画でお会いしましょう。